あなたの資産は大丈夫暴落を疑似体験という動画を作ってみました。非常に今、株式好調ですので、こういう時こそショックを疑似体験しておきたいというふうに思います。過去を振り返りますと、大体10年に1回程度20%を超える暴落があります。その中で今回は、それなりに暴落が大きかったリーマンショック、こちらを題材にしたいというふうに思います。まずは自分のポートフォリオの比率を計算しました。またこれだけではなくて、セミリタイア、リタイジェンを踏まえまして、このようなアセットでも検証してみました。 ではリーマンショックの時の株価チェックしてみましょう。米国株は大体回復まで約4.5年ほどでした。この時を切り取ってバックテストをしますと、結果がこちら。セミリタイアリタイアの時のポートフォリオが非常に資産が増えております。ただ株式100%でも、このように2007年から22年まで長くに持ってみれば、一番資産が増えています。もし減らしたくないということであれば、守りのポートフォリオ、つまり債券や金を増やす。そして残したい額が分かっていれば、より株式、債券と戦略が変わります。